倉庫の独り言なんか最近より目立つ行動をしてきてはる感じがするなゾ ZOZO タウンの前澤社長まあロックハイスタ好きとかには昔から知られた人ではあったけどうーんどうも最近のメディアへの露出とかは。 いまいちというかちょっと鼻につくっていうかってまあ何を言ってもただの羨ましさからくるやっか,みかな。剛力ちゃん。